丈夫。そこを離れ、その子たちに手渡、あなたたち、受けて立つ、来い。よし、思いっきり戦うぞ。これ以上、あそこにさ、お姉ちゃん大丈夫、あの嫌だ。何してるの、早く。もうおさ、お前がいなく、あなたはどうか
無事に帰って。おはよう。昨日寝れた？今朝地震あったよな。うん、マジでビビった。教育史跡ってどの辺でしたっけ？ちょっと待ってね。こっちに詳しい地図。おはよう。もうびっくりさせないでよ、ミノルくん。ごめん。ごめん。朝から元気だな。ミユ、そろそろ起きろよ。おいミユ、飯が冷めるだろ。また一人で。ビー。雪？じゃあ取るよ。おい、邪魔だろ。まあ態度悪。そんなんじゃ女子に嫌われるよ。うっせえな。続いてニュースです。ん？今朝5時ごろ、鹿野部市で震度3の地震がありました。これここじゃない？落石事故が起きており、警察や消防では地域に警戒を促しています。ここは一体。群発する地震により土砂災害の危険がありますので、引き続き鹿野部市近隣にお住まいの方。おいおい、見学先の安全性とか大丈夫なのかよ。よし、みんなそろそろ出発の時間だ。引率の OB の言うことをよく聞くように。遊びに来たんじゃないんだぞ。時間厳守で行動すること。たりゃ。たくま？ああ、なんでもない。たくま、今日は史跡巡りだ。ミノル、ほら二人ともそんなこと。はーい、あおい。もう、葵さん、今日ってどういう。
この土地に伝わる伝承とか、まあ、俺にはそこまで面白く。もう、たくまくん。いや、僕もミノルの。ああ。ほら、まただよ。ああ、ここのと。いや、それもだけどさ、ちゃんと見てよ。あら、本当だわ。はい、皆さん落ち着いて。何か問題がある際には先生、安全確保に関しては先生、本日の目的地の史跡へ。ああ、まだやってる。二つも年上の高校生。はい、葵さん。ミノル君は私。葵さんも俺もっとさ、こうこらーってさ。そんなの私にできるわけがな。そうだな。本当ね。キャンプに来てよかったな。本当ね。ま、ちょっとは面白い。お、あんなと先に史跡へ向かっていたのね。桜を まったくこんなにもうらら。そんな日和聞いたことねえよ。
見て。葵さん知ってる？桜の木の下にはね。そういう話は今は。それより私たちみんなが向かった方は、あれ？え？なんでパトカー？まいったな。ああ、ほんとだ。もしかして、ミノルが言って…だったらやっぱ心配してた通りじゃん。な、困ったわね。史跡まで行くにはここを通らないと。何の史跡だっけ？だから、どうしてミノル君は予習してないの？その獣神ってのが。仕方がないわ。ここは引き返す前に何があったのか、あそこで話。あれ？あんなとこ先に行ったと思ったら、それよりよいか、よろしいかな。たたりって今時？くだらねえ。そう、
無遠慮で態度の悪いよさ。この神聖なる山は獣神さ、おいそれと足を踏み入れて。何が獣聖域だよバカ。大方わけのわかんねえ石とか気分量ったら、ちっちゃい女の子にはつい。バンチゲゲ田舎もんって失礼だ。この辺りにはね、じゃーん、新しく建てられたまがいものじゃなくて地元の神社って、普通は古事記にの、それかお稲荷様とかそんなのかな。違う違う、地元の人しか知らないような。うちもさ、こっち来てから初ひなもあります、ありますね。あ、ミュお姉ちゃんは、私はさっき、それでこっちのタイ。ねえねえミュちゃん、その地元の人、うん、そりゃなんだよ、物好きだな。あるって。だってほら、見学の予定なくな、戻ってもどうせ穴埋めの教材学習でしょ。りょうもさ、ついでに見に行かない。きくだらねえな。くだらなくなんてない。そうかいそうかい、みゆだったらそこ案内しなよ。嘘だ、史跡の代わりの校外学習。いや、そういう殊勝な目的じゃないと思う。大体何の神社かもわからない。わからないな。少なく本当に地元の人しか知らない神。なあタクマ、そうそう、俺もさ、ち、うっぜーのが来やがって。獣神様の神社、いいよ、人数多い。ありがとう。こちらこそ。つうか何こっちの話立ち聞きしてんだ。お前らは仲良しグループで真面目に課外学習を。さあ行くぞミュ。まあまあそう言わないで、もう量ったらめんどくさい。ごめんねミノル、タクマ、アオイちゃん。ねえ待ってよりょう、みゆちゃん。あ、とにかく僕たちは次にどこに行く、それかこ、それはそれでめん、それよりも何があるかわからないし、やっぱりサキさん。そうだね。なんだか暗くて薄き。ああそれ、ちょっとまさか心霊スポットで。やめてってば。そんなことより二人、サキさんたち。おーい、あ、ほらダメじゃないか、みんなとはぐれてしま。すんません、でもサキとリョウがこの先に行ったみたいで。まったく、リョウ君も名簿にサキ君たちの電話番号があったはずだから、うん、うん、にしてもさ、あの女の子さあ、もうミノル君たら、この地方に伝わる獣の姿をしたか、あの子を他では見たことないって言っていた。それが神様になってたたりを起こしてんの。昔の人はわからないことを神様の、きっとその神社も今はほとんど人が来、ま、そんなもんだよな。ダメだ、サキ君だけで。そっか、こん、君たち確か、それはこの辺にはあいつらはいない。地図に載ってないから。仕方ない、とりあえずこのトンネルの先だね。
じゃあ一緒に。って言っても、ん、なあ、すまないが、俺はここら辺に住んでるもので。妹さんを？ああ、あいつ妹はなんていうか。そんな女の子、サキたちと一緒にいたミウってことは。ミウ、ミウちゃんってあの子よね、猫み。ああ、そうだ。え、俺たちが見た子はもっと頭のおかしい子だったよな。ちょっとミノル。いや、でもあれを人見知りとか守って。あ、お前らの評価なんてどうでもいい。ごめんなさい。俺たちと一緒にキャンプに来てるやつと、それで俺たちは、そうか。ま、あそこには入っちゃいけない。俺はカイト。目的は一緒のようだしな。いいぜ。ここで生まれ育ったわけじゃないにせよ、その神社の場所なら知っている。俺はミノル。そんで、僕は引率の修士。よろしく頼む。なあ、決まってるだろ、今が春じゃなきゃ。ならさ、北、何を言っ、え、本当だわ、雪。季節外れのなんていうには。どうし、こっちじゃ先週も降ってたな。地元じゃ異常気象だって話。最近あちこちでそんなニュース。それより、すぐそこのトンネルに入りませんか？確かにそうね。それもそうだな。サキたち。大丈夫？雪のせいかしら。ミユのやつが一緒だったなら気にせず。暗くて足元も悪いから慎重に進む。本当にま。でもほら、あそ。でも確かにこれじゃ。いきなり大声出す。ごめん。でもこんな。これは。こんなところに。そういえばさっき、あそこには入っちゃいけないって言わ。ああ。この村じゃ。なに？うわ、やばいな。3人も危ないんじゃないか。そうだね、急ごう。あれ、そんなに長いと。ラッキー。というより、それにこの花なんだっけ。これって、そうだそうだ、それだ。でも日が、そう、秋一体。
おい、急ごう。すぐにここも雪が降ってくるはずだ。とに、うん、この辺りにサキたちは。こんな森の中に神社な、まさか。おかしいわね。さっき人影は見えたんだけど、ちょっとこの辺り。見た目は普通の神社。なんかすごい。やっぱあれだぜ、きっとおっかねえ邪神像でも。邪神かどうかはわからないけど、なんだろう、動物。ちょっと判別がつかないけど。おお、なんだこれ、狛犬。こら、ミノルくん。どれどれ。どけ、俺たち、ほら、さっさと行くぞ。あ、ごめん。すごいな。変わった御神体なんてそりゃ日本中、あと割とポピュラーなので、エッチ。そういう話はやめ。それにしてもここって今回の伝承。さっき話した通り、ここにはただ地元では。そうなの？なんだ今の。風で木か何かがきしんだ音だろ。そ、みんなあまり。
結構すごいなあ。これいや神社のすぐ裏だしおかしくないはず。ミユのやついくらなんでも、いやあいつのことだ。それに先だって入っちゃいそうだ。確かにミユ、あだからカイト、もたもたしてられっか。ミュウ僕らも行こう。おーい、いたら返事。いたいた。急いで行くから心配したわ。ああ壁一面に絵が。これは、ああすげえな。そんなにあっけにと。ああそうだったそうだ。なんでだろうこれ。たくまくんよし、ま先にあいつらを見つけてから。あ、どうも。誰？そう。君たち、ここは入ったらダメな場所。あ、そういうあんたこそ。ああ、私はこの地域に伝わるこの祠は獣研究ちょ。ああ、先行は日本。じゃあ私なぞが。それで？ああ。俺は他んとこ探してくるわ。あ、こら！修二さん、とりあえず。
なんだなんだ。どうしたんだ。なんか変なのにいきなりで、あ、先。今の声、ソート、さっきの神社の方だ。確かに、これ迂闊に飛び出したら。それよりサキさんは、痴漢とか、こんな山の中にいるわけ。イノシシか何かって、おい、さあ、声のせ、見間違いじゃないのか。それにしても私も気になるけど。ああ、おい、サキ、なんだって。またあの音だ。こっち来んな。あれはな。おい、どうした、ミュウ。そこにいたのか。え、お兄ちゃんが。待ってて、サキさん。葵ちゃんの、早くた。変なのがこっちに。どうします。来ちゃダメって言われても放っておく。何やってんだ。あれは獣神。まずは。そうだよ。待て、子供の体重でそんなに足が地面に。シュウジさん。タクマくん。大丈夫か。危ねえ、逃げる。みんな気をつけるんだ。むやみに動いたら危ん。シュウジさん。
痛い痛い。ここ、あ、そうだ。